うん、佐々木多分視聴者のみんなにも屋敷図とかと絡んでて、うん、なんかやっぱ男のなんやノリ合いそうみたいなイメージ結構持たれているかもしれないけど、うん、ああさくちゃん自体がってことね。そうそうそう、女の子よりもみたいなイメージあるかもしれんけど、うん、うちめちゃくちゃ男の人苦手やね、うん、あでもそれ最初に言うてたよね。そうそうそう、結構苦手かもしれんみたいな。そうやね、全然実は話せなくて、うん、配信でいじり倒すことはできるんやけど、うん、通常会話全然しなくて思っちゃう。あ、そう考えたら、ヤシロさんとベルさんは貴重な存在。うん、そうだね。いじりやすさ 100%。ただ裏で全然話したことはない。話せ。